キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト通信簿、はい、オリックス編というところでね、はい、リーグ3連覇してね、うん、まあ、昨年ドラフトでも1年振り返ってね、はい、見てみてどうかっていうところで、まあ、昨年のね、うん、ドラフトは1位曽谷、はい、ね、で2位内藤穂、うん、3位斉藤、うん、4位杉沢、うん、で5位日高、はい、そして、育成で、西山才木入山茶野村上、うん、っていうところがね、はい、でしたけども、ドラフト票で、オリックス福倉 GM ドラフト良かったです良かったですと、うん、一指名の曽谷は腕もよく売れてまっすぐにも力あると、うん、タフだし後ろの先発陣に入ってこれるという評価ですと、ね、10選手指名したのは予定通りです、はい、ね、コメントが、福倉 GM から来てますけども、はい、まあ、なんて言ってました、そうですね、はい、オリックスの、はい、佐藤さん、課題は、まあ、セカンドだろうと、はい、で2位のサードの内藤君が出てくれば、うん、宗選手、まあ、コンバートするかなっていう、はい、でドラフトのバランスはいいですね、うん、ゆとりがある優勝チームのドラフトの感じがする、うんうん、でまあ、これ先生が言ってたんですけど、うん、育成の才木投手は7月あたりの優勝争いの時に絶対支配下にされるっていうふうに言ってました。されてる試合か、茶野はされたね、茶野選手も早々と育成の4位茶野はね、うん、開幕前にされて、はい、才木ちょっと怪我で遅れちゃったんですよね、うん、出足はな、で半年ある、で、まあ、今ようやく2軍で投げ通る、あ、今2軍で投げる、うん、ちょっと 先を見る目がちょっと足りなかったね、うん、まあ、全体的に言えば評価は C です、はい、C か、だって外にもね、うん、もっとローテーションに入ってきて、はい、できると思ってたけども、うん、まあ、最低でも楽天の庄司ぐらい、はい、でもやっぱりね一軍で常に投げるわけじゃなかったんで、うん、でまだ未勝利なんですよね、うん、っていうことを考えたら、うん、期待値よりは低いよね、はい、思ってた時現時点で7試合投げて0勝2敗、うん、防御率 4.00 ですね。で内藤、はい、そしてこう斉藤、うん、あとは日高、うん、まあ、ここら辺はもう高校生だからね、うん、まあ、まだこれからっていうところです、うん、そうだね、うん、でも内藤も一軍上がってきたからね、上がってきてないか、上がってないと思います、多分2軍で1割9分8厘、うん、ホームラン2本、まあ、ちょっと苦労してるね、はい、これまあまだまだここからだね、うんうん、杉沢、はい、東北福祉から、うん、2軍で2割2分、はい、ホームラン2本、うん、まあ、まだまだ修行だね、はい、うん、大学の時三冠王だからね、いやそうですよ、うん、あの福祉大で私がドラフトの時に推してた選手なんで、うん、まだまだ修行だね、はい、でここからピッチャー斉藤京介、はい、1勝2敗11試合6先発、まあまあ投げてる感じか、高卒1年目っていうところ、うん、まあ修行だね、はい、で日高、うん、厚み2軍では10試合、うん、2.12、まあ、修行だね、まあ茶野がね、うん、まあ、1軍に出てきたっていうね、はい、ところは開幕から新人王候補かっていうね、うん、具合の感じはあったけどね、うん、ちょっと途中疲れたね、はい、2割4分1厘、うん、まあでもまあね、育成からって考えたらこの頑張りはね、うん、大きかったよね、はい、非常に、で前半戦のね外野っていうところではオリックスのねチーム力的にもこのチャンネルの出現は大きかったっていうところ、うん、もうあるけども全体的に見ると C だね、はい、で未来は分かんないよ、これ何回も言うからね、うん、あの1年間だけの評価だからね、うん、今年のね、これ10年後 A になってる可能性もあるからね、はい、うん、これはまあね、まあ、C だね、うんうん、でも先生も、あ、先生じゃない、佐藤さんも言ってるじゃないですか、ゆとりある優勝チームのドラフトの感じがする、そうそう、別にそんな言うほど、うん、あの目先の利益にこだわってないっていうところと、うん、まあ外にはね多分この、 あの山本とかをメジャーとかとためにも、うん、投手陣厚くしたいっていうところもあるし、はい、もう単独でいけてるしね、はい、そういった面ではまあいいところもあるんだよね、投げてる感じは腕もしっかり振れてるし、ゆったりしたフォームで腕しっかり振って、うん、まあ、キレある、まあ、田島のおとなしいバージョンな系だね、田島ちょっと激しいからね、あの投球フォームがっていう感じで、まあまあね、ここからどう伸びるかは、うん、まあ、ポイントになってくるけども、はい、まあ、全体的なドラフトといえば2021年向こうの木がちょっと怪我がでね、トミー・ジョンで、まあ、来年以降どこまで復活してくるのかっていうところもあるし、育成行きましたよね、うんうん、で、まあ、野口ね、はい、野口に出てきましたからね、うん、で小木田ね7位、うん、ここが今年頑張ったからね、まあ、徐々に評価はねこの年のドラフトも上がってくるかも分からないね、はい、で、20年こう山下俊平とね、うん、1位っていうところと、うん、6位の阿部ね、うん、もう頑張ってるしね、はい、まあ、北辺りもね、もうちょっと出てきてほしいですね、うん、で19年宮城紅林だからね、うん、だからここら辺の地道なドラフトが主力になってきてるのも大きいよね、うん、でドラフト1位が
ほぼ全部活躍してるからで、ね、本当そうですね、うん、で18年が太田、頓宮、うん、で義母、うん、で甲斐、中川、7位活躍するね、本当だ、一番下小木田、阿部、中川、一番下活躍するね、でその前田島でしょ、うん、1位いいですね、1位いいね、比較的ね、1位比較的みんな主力です、うん、やっぱね弱かった時はね1位当てきれてないね、本当だ、うん、比較的毎年1位がいいもんね、うん、やっぱ2000 14以降みんないいんじゃないですか、うん、まあでも11から足立もいいし松葉もいいし、うん、吉田もリリーフで光ったところもあるから、はい、全く戦力になってないっていうのがないからね、うん、必ず戦力になってるっていうところでは、まあ、そこら辺がね、うん、10年ぐらいかけていい形のチーム力になってきたのかなっていうところはあるんで、はい、まあ、1位がしかも比較的独自路線だからね、そんな抽選してるイメージないもんな、うん、多分木の木も単独でしょ、はい、山下俊平太も単独でしょ、うん、多分宮城も単独だよな、これ佐々木朗希の時だもんね、あ、そうか、うん、で太田亮も単独だったし、うん、田島が9時か、あ、そう、確か田島は9時だったような気がする、ここも単独かな、でも吉田も単独だし、うん、山崎幸也も単独だし、山岡も単独だよね、だからもう単独で着実に1位取って、それがチームの主力になっていってるところが、やっぱこれがやっぱスカウトの素晴らしさやな、はい、ね、独自路線で行ってそれを当てるっていう、うん、だって別に誰でもいいんだからね、ドラフト1位なんてさ、その選手は別に人気投票なわけじゃないからさ、はい、活躍する選手を取りに行くっていうところでは、まあ、こういうふうにドラフト1位が着実にチームの主力になっていって、うん、あとはそのね2位以下で取った選手も集みまして頑張っていければ、うん、はい、そしたらやっぱチーム力上がるしね、うん、まあ、そういったのはこのね長年のねしっかりと、ね、うん、ブランドとか名前とか肩書きだけじゃなくて本質をしっかり見抜いて、うん、競合しないでドラフト1位の着実に活躍できる選手を指名し続けて、それがチームの中心になってきているところがこの3連覇にね、はい、導いてるところかなっていうところもあるんで、うん、まあね、来年再来年、うん、このソタにもね多分いい感じになっていければ、うん、ドラフト1位がねチームを支えていくから、はい、チームとしての頑張りも増えるし、あとはまあ高校生がね、うん、どこまで伸びてくるかっていうところは未来に向けてはポイントだと思うけども、まあといったところではね、はい、まあ、ドラフト振り返っていっても、うん、まあ、さすが3連覇してるね、はい、チームだなっていうところのドラフトが伺えるんで、うん、はい、まあ、去年のドラフトはね1年間の評価時代では C だけどもね、はい、まあ、ここからどこまでね、頑張っていけるのかっていうところはね、うん、まだ見返していく必要があるんで、まあ、ソタニあたりはね来年にはローテーションにね怪我なければ入ってくるし、はい、の木の木もね、うん、怪我から復帰してくれればね、うん、初登板ノーヒットノーラン仕掛けだからね、そうでした、うん、そういった面では、うん、より厚みを増すんでね、はい、怪我からの復帰は待ちたいなっていうね、うん、まあ、ドラフトはいいドラフトしてますね、はい、はい。